さやかです。大人の色気に惑わされず冷静なバトルを繰り広げてほしいところ。今両者戦闘態勢に入って、ここで一発。ダメージ。あ、こちらは、これは効いている。両者とも大健闘です。強い攻撃。よし、ヒット。さあ、これは、おっと、よく耐えた。さあ、熱いバトルが展開されております。ここで体力回復だ。ここで回避率はアップです。あたやまだ余裕着々、あたや疲れを見せております。ここで波乗りだ。当たった。あー、ノックアウト。今のダウンでポケモンの入れ替えが行われます。ここでマリルリの登場だ。さあ、熱戦が続いております。激しい攻撃、狙い設定。おっと、ここは動けません。さあ、激しいバトルです。ここで10万ボルトだ。これは有効だ。やーっと力尽きたか。さあ、出せるポケモンは1匹しか残っておりません。ここでデリバードの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。おお、これは効いている。これで残るポケモンはゼロとなりました。ここで試合終了。彼女の繰り出すノーマルタイプのポケモンの技のキレは天下一品。心して勝利を掴んでほしいところ。おっと、回避率がアップしました。この攻撃、強烈な一撃。ちょっと早い。いきなりダウン。さあ、一方的なバトルになってしまうのか。ここでゴルダックの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。まだまだ勝負の行方は見えません。ここでポケモンを交代します。
だ。さあ、これはおっと、急速に行って、さあ、このポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。ここで体力回復だ。これはどうだ。アルヒット。さあ、熱いバトルが展開されております。ここで一発アマスター、まずまずのダメージ。さあ、ここである一撃。白熱したバトルが続いております。いった。この攻撃、小さなダメージ。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここで体力回復だ。さあ、この場面で歩き渡った。両者とも大健闘です。ここで体力回復だ。さあ、今度はアルク一発。両ポケモンの間に体力の差がついております。ここで太鼓技術、よし、当たった。ここでダウンです。さあ、ポケモンは残り1匹。ここでミルタンクの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。さあ、熱戦が続いております。指示が出揃って、強い攻撃、ヒット、いい感じです。さあ、これはアルヒット。さあ、熱いバトルが展開されております。激しい攻撃、当たった。バズバズのダメージ。ここで体力回復だ。さあ、激しいバトルです。ここで一発、ここで体力回復だ。白熱したバトルが続いております。この攻撃、よし、ヒット。ここで体力回復だ。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。鋭い攻撃、いい当たり。さあ、この場面で歩く当たった。両者とも大健闘です。いった、ヒット、いい感じです。これで残るポケモンはゼロとなりました。ここでステージクリア。
も中盤戦に立ちかかりました。次に対するはエンジュチームの面々です。最初の相手はイタコのタケです。強い攻撃、効果は抜群だ。さあ対するは、おっとよく耐えた。さあ熱戦が続いております。激しい攻撃、決まった。これは効果的だ。ここで、おっと、打たれ強い。白熱したバトルが続いております。ここで体力回復だ。これはどうだ。おっと、攻撃をものともしていません。両ポケモンの間に体力の差がついております。ここで10万ボルトだ。よし、当たった。ここでダウンです。さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでアズマ王の登場だ。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。この攻撃、決め十分。この攻撃、軽く当たった。おっと、持っていた道具で体力を回復です。両者とも大健闘です。ここで体力回復だ。さあ、この場面で、おっと、これはいまいち。さあ、熱戦が続いております。ここで一発、さあ、おっとダウンだ。さあ出せるポケモンは一匹しか残っておりません。ここでゴーストの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。白熱したバトルが続いております。ここでサイコキネシス、これは効いている。これで勝者決定です。ここで試合終了。